せーの、あゆすくラジオ、あゆラジ。はい、相原奈々です。ゆみりんです。始まりました、あゆラジ第72回目。このラジオは普段 MC が少ないあゆすくの中身をもっとたくさんの方に知ってもらいたいということで始まったラジオです。なかなか現場に来られない方にもあゆすくの近況をお届けできたらいいなと思います。今回72回目のあゆラジということで、いつも聞いていただきありがとうございます。ありがとうございます。10月初めてのあゆラジです。神奈月、はい、10月、あゆすくはですね、10月といえばもうリリースイベントが始まっていまして、はい、はい、いよいよ1ヶ月後に迫ったリリースに向けてのイベントが着々と始まっております、はい。まあ、第1回目のリリースイベントは9月の末だったんですけど、うん、10月、11月とね、たくさん決まっておりますので、ぜひお越しください。その1回目は我々の憧れの一つでもあったビレッジヴァンガード、はい、渋谷本店様、はい、結構ビレバンさんで、あの、うん、渋谷本店でねやってるイベントはちょこちょこと拝見していたりしたので、うん、見ていた場所に立てるということで、ね、嬉しいですね。どうやらビレバンさんのなんかステージの位置が変わってたっぽくて。変わってましたね。ね、あのお店入ってそのまんま一番奥の方にあった気がするんですけど、はい、なんか左側の方に場所変わってて、ね、ね、で答え合わせしてよね、うちらで、あれここだったっけって。で当日来てくださった方に聞いたら、うん、やっぱりそうだったみたいで、うん、場所変わってるねみたいな話をしたりして、うんうんうん、間違いじゃなかった。そう記憶違いではなかった。うん、後ろのなんかイラストが書いてある壁があるんですけど、うん、それが女の子2人のイラストで、うん、なんかライブで歌いながら後ろ向いた時に、なんか、うん、これあゆすくだなーって思いながら、なんか色合いもちょっと、そう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 、そ赤と青系というか、うなんか対照な2人みたいな絵で、うん、あゆすくだなーってその後ろ向いて待ってるポーズの時に考えてた。はいはいはい。ね、やっぱり普段のライブハウスとは違うけど、普段あの店舗さんでやらせていただくようなリリーベともなんかまたちょっとイメージというか印象が違ったなっていうリリースイベントでしたね。そうだね。でステージというステージがね、うんうん、きちんとあったので。確かにそれはあるかも。うん、でやっぱり前作のレイブというアルバムありましたが、うん、その時のやっぱりリリースイベントと比べてみても、うん、やっぱりちょうど1年ぐらい経つから、うん、この1年の流れを感じれたというか、うんうん、もう確実にこう去年は出会えてなかったようなお客さんたちもたくさんこう初日から遊びに来てくださったりとか、うん、ね、あの会場に、ね、たくさん来てくださったりとか、うん、引き続き去年とね合わせて来てくれた皆さんだったりとか、本当にね全然もうイベントの雰囲気も違くて、うんうんうん、そうだね、うん、1年の時を感じたイベントでした。とても嬉しいということですね。で今回このリリース楽曲がちょっと珍しめな2タイプになってて、うん、A タイプ B タイプとあるんですけど、タイトルがつい先日解禁になりまして、はい、それが、はい、レリーフです。レリーフ、レリーフです。はい、レリーフ、どんな意味なのかは調べてくださいね、はい、おのおので言わないですね、アイラジでは。まあそうだね、まあうちらはうちらなりのその意味を込めてつけたけど、うん、まあそれぞれのね意味合いで感じ取っていただければそれが正解かなとも思うので、はい、皆さんそれぞれの解釈で聞いていただき、そして A タイプと B タイプに、まあ、1曲目2曲目に入っている、うん、あのバージョン違いといいますか曲がね違いますので、うんうん、それもどんな曲なのか、特にねクイーンオブザナイトの方はまだ未知な感じだと思いますので、楽しみにしていただければと思います。うん、はい、まあ、今回もあゆすくらしさがいっぱい詰まった EP になっているので、うん、ぜひリリーベ最後まで楽しんでくれたら嬉しいなと思います。はい、まだまだあるので、はい、ビレベはあの初日から初日のビレ版から始まり、
リリースのね前日にもアウトストアイベントがあったり、リリース後もあったりするかもしれないので、はい、ぜひぜひチェックお願いします。お願いします。まあ、そんなわけでアウトストアのね、詳細も出ましたと思いますので、11月7日木曜日新宿マーズにお越しいただければと思います。お待ちしてます。はい、ゲストさんに、レイさんとおいしいあいまいさんをお呼びさせていただいておりますので、はい、ツーマンをさせていただいた2組ですね、はい、楽曲をコラボしたり交換させていただいた、はい、今年のこのイグナイトとゴーストビートを初披露したイベントでの深い関わりのあるグループさんということで、もう激アツなイベントになっているので、はい、ぜひお越しください。そして、今アイスクと、ロンサムレコードの、コラボロンティー付きの、セットが通販にて販売されておりますので、受注期間中です。皆様ぜひ10月11日金曜日の12時までにご予約ください。お、あと2日、はい、お願いします。アイスク初のロンティーですので、はい、憧れだったロンティーがここに来てついに、ね、秋冬シーズンだと思いますので、はいはい、冬場のねライブ装備にいかがでしょうか。ぜひ、はい、よろしくお願いしますお願いします。私たちも来ます。はい、来ます。あゆらじ、ここであゆらじの途中ですがお知らせです。あゆらじではリスナーの皆様からサムネイル画像を大募集中です。ファンアートやアクスト写真など何でも OK。 そしてあゆすく2人がリスナーの皆様の質問やお悩みを解決していくコーナー、質問ドビジュー、皆様からのお便り募集中です。どちらも応募方法はハッシュタグあゆらじをつけてポスト、または概要欄にある応募フォームより投稿してください。お待ちしております。お待ちしてます。それでは続いてのコーナー、質問ドビジュこちらのコーナーはあゆすく2人がリスナーの皆様からいただいた質問やお悩みを解決していくコーナーです。解決、はい、というわけで、はい、早速、読ませていただきます。はい、ラジオネームウェイさん、ありがとうございます。ありがとうございます。あゆすくの2人こんにちは。こんにちは。こんにちは。坂間で米賞の自分は特典会に行くことができません。ライブだけで十分楽しいので、うん、このままでいいでしょうか、というお悩み相談になります。はいはいはい、このままで良いでしょうか。なるほど、ね、つまりライブには来てくださっているのかしら。そうみたいだね。ライブには足を運んでくださっている釈迦間の方なんですね釈迦間といえばね、アイスク2人も釈迦間ですよね。割と世間から比べてみると、どうですかね。順張りっていうのはなんだっけ、うん、順張りではないよね。まあ、ちょっとこう斜めからちょっと斜めからこう見てこう、うん、見定めるみたいな癖はあるんじゃないか。いや、まあ人間大体釈迦間でしょ。釈迦間ってね、こう最近流行ってる言葉といいますか、うんうんうん、あの車に構えるっていう、うんうんうん、逆張りというか、はい、あの天の弱みたいな、うん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 、あれですかね解説が始まった、はあ、いや意外と知らない人いるからね、釈迦間という言葉を。そう、ね、多分オタク用語って言うんですよねネット用語みたいな。あ、なんで、まあ、そういう感じの、はあ、こうみんながこう行くなら逆に行かないわみたいな、うん、まあ、こっちの方がかっこいいだろうみたいなそうね。いやでも、はいはい、どうなんですかね、釈迦間でコミュ障、釈迦間で特典会に行かないっていう選択になるのが、うん、ちょっと不思議ですね。まあでも、うん、お話があれかも、苦手という か、 そうそう、ちょっと恥ずかしがり屋さんなのかもしれない、ウェイさんは。いやでもね、ウェイさんの気持ちはとてもよくわかりますよ、うん、だってやっぱりね、向こうは知らないわけじゃないですか、自分のことを。あ、演者側が、そうそうそう、ファン側って勝手にこう、うんうん、見て、うん、好きになって結構まあいろいろ知ったり、まあ、知らない場合もあるとは思いますけど、うん、まあ、少なくともその本人よりは知っている状態で会いに行くわけじゃないですか、うんうんうん、これ私がファン側の時の気持ちの話ね、うん、
アユスコは関係なくで行った時に、うん、こちら側がどう思ってるかをもう言うしかないんですよ。その私みたいなこのコミュ力が乏しい人間には会話というのってやっぱむずくて、まあ難しいね。そう、立場的にね。しかもファンっていうのがね、うん、あるから、ただのね職場の人とか取引先とかではなく、うん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 、ある程度こう尊敬というかリスペクトがあったりもするから、うんうんうん、なおさら難しいかもしれない、ね。うんうんうん、ただここで視点を変えて、うん、アユスクとしての気持ちになっていますね。お、まあ、まず、まあ、確実に好意がある気持ちで足を運んでくれてるということ自体に、うん、まずこちらはもう嬉しいんですよ。だからちょっと安心というかはい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 、まずあのそういう気持ちで言ってくださった人なんだっていう嬉しい気持ちがあります。うん、で、私ユーミリンとしてはあの、まあ、その人がどういう方かはこれから知っていくとして、うん、あのね、いろいろ話して仲良くなりたいなって思います。おつまりぜひ来てください、はい、ということですかね。私はもう話したいの。うんうんうん、だってそのグループなのかどの要素に惹かれたのかわからないけれども。うん、ちょっとでもその好意がある上で足を運んでくれている、うん、その人に話を聞きたいじゃない、うんうんうん、そう会話したいじゃない、そう、うんうんうん、そうそうそう、それはきっとファン側と同じ気持ちで、でもっと言うとアイドル側からは話したくてもいけないわけよ。ちょっとっこれはそのあのずるいな話ではなっちゃうんですけど、うん、そう行きたくてもいけないから、まあ、会話を、ね、しに来てくれるとこちらはとにかく本当に嬉しいということだけは言いたい。おお、なるほどね。はい、まあ、一意見としてこれはあります、こういう視点は。はいはいはい、そうね、私、うんうん、まあ私がじゃあ、うん、リンさんのように答えると、まあファン側だったとして、うん、まあ、私は正直あんまりこう特典会みたいな接触あんまり好きではないの、そもそもね。はいはいはい、まあ、うん、そういう方ももちろんいるよね。というよりはあんまり好きではなくて、うんうんうん、まあ、というのもやっぱイメージを綺麗に思い描いちゃってる部分とかも多少あるのよ、ね、うんうんうん、ステージ上と、うん、Twitter とかの SNS で見てる姿と、うん、実際こう喋った時の温度感とかってまたなんか違ったりするじゃん、うんうん、だからそれにこうすごいイメージを思い描きすぎて理想が崩れたら怖いなっていうのもあったりとか、うん、ありますよね。そう、あとはステージにいるその人が好きとかもあるから、うん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 、ね、あんまり得意ではなかったんだけど、うんうん、まあ、アイドルさんとかは逆にまたギャップにもなるのかなと思っていろいろ行き始めたりもしましたけど、うんうんうん、まあ、結局行ってしまえば楽しいっていうのもファン側としては分かったので、うんうんうん、まあ、行くまでのねあれは難しいですけど、うんうん、まあ、何かきっかけがあればそうだね、いけたらいいのかなと思います。例えば本当に好きな曲が良かったとか、うん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 、なんか最近本当に大好きで心の支えになってますとかを本当に伝えに行きたいみたいなきっかけがあれば行けばいいんじゃないかなとファン側の意見としては思いますね。はいはいはい、まあ、演者に立ってみると、うん、まあ、まあぶっちゃけさステージからよく見えるじゃない客席って、うん、でいつも来てくれてて、うん、ステージもめちゃめちゃ見てくれてるけど名前だけ知らないんだよな、うん、みたいな、うん、方が結構いるじゃない、うん、はい、大うなずき、そうよく話してるもんね、うちらの問題が回ってから、うん、あの人ねよく見るけど なんだっけ話したことあるっけみたいな、名前わかんないよねみたいな、そうそうそう、だからそのなんだろう、まあ、結びついた時にあの人ってなれる嬉しさもあるから来てもらえたら嬉しいけど、うんうんうん、まあ、無理にとは言わないですし、ね、はい、まあ、たださアユスクってご新規様チェキが無料とか、うん、まあ、それこそ今リリーベ期間中だったりもするから、はいはいはい、始めやすい何かのきっかけはあるんだよね、多分こちら側が提供するきっかけは、うん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 、ハードルが若干低いよ、ね、あ、そうね、今のタイミングはそうだから、まあ、気が向いたら来ていただけたら嬉しいなとは思いつつまあでもうちらもさ初めましての方ってさ、うん、いまいちお話の引き出し方が難しかったりもするから、うんうん、まあ、そういうただ楽しさも最初はお互い楽しんでもらって、うん、いやそうなんよ、徐々に、ね、うん、心を開いていってもらえたら、うん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 、演者としては嬉しいです。嬉しいよね、やっぱ、まあ、結論ね、うんうん、ぜひ来てもらえれば
嬉しい。嬉しい。ただライブだけが楽しいのであればそれでも、うん、もちろん構いません、うん、はい、その通り。ただ本当に嬉しいっていうことだよね、とにかく。で、本人があのライブだけで十分楽しいのでって言ってる、いただいてるので、うん、それを崩したくない派であれば全然そのままでもいいと思います、もちろん。そうそうそう、もう伝えたいことがあるのであればもう、もういろんなタイプの方がいらっしゃるので、ね、うん、本当会話したいって方もいれば、とにかく思いを伝えに来たんですっていう方ももちろんいらっしゃるので、うんうんうん、もう本当行きたいと思った時にが吉日だと思うので、ね、ぜひぜひお気軽に、お気軽に待ってるので。怖くないですからね、あゆさん。怖くないよ。ね、まあ、日頃好きなものとかもいろいろ発信したりはしてるので、うんうん、なんかこれについて喋れそうって思ったら来てもらえれば、そうだね、嬉しいなと思います。はい、いつでもお越しください。はい、ぜひぜひお待ちしてますよ。解決しましたかね。したと思います。解決。はい、お便りありがとうございました。ありがとうございました。あゆらじ、それでは今回のあゆらじはいかがでしたでしょうか。 Twitter や YouTube のコメントにて感想を教えてください。それではお相手は相原奈々とゆうみりんでした。また次回のエラジでお会いしましょう。バイバイ。